こんにちは、府内ジュニアガイドの遠島凛です。よろしくお願いします。本日はこちらの若宮八幡社にある花クルスが彫られた石について紹介したいと思います。この石を皆さん初めて見ると思いますが、何に関連しているものだと思いますか？あまりご存知ないですよね。実はこの石には長い長い歴史があったのです。遡ること約470年前、日本ではポルトガル人が種子島に鉄砲を持ち込みました。この頃から日本ではキリスト教の布教が始まります。そんなキリスト教が栄え始めた頃、いち早く目をつけたのが大友宗麟でした。日本では相次ぐ戦いに明け暮れていた一方で、ヨーロッパでは航海や植民地、布教の権利などで激動の時代を迎えていました。文後の繁栄には交易が必須と考えた宗麟はザビエルと会談し、キリスト教を保護しました。保護が始まってからは、文後を訪れた医師アルメイダの要請のもと病院が建てられ、病人や怪我人の治療を無料で行ったり、西洋音楽や西洋演劇も取り入れました。実は日本で最初に牛乳を飲んだのも大友宗麟と言われているんですよ。このようなキリスト教の保護が進んだことで、ここ府内にはキリスト教に関連したものも多く作られるようになったと考えられます。この石はその一つと言われています。立方体の側面に花クルスという十字架が描かれていることから読み取れますね。ではなぜ若宮八幡社にこの石があるのでしょう。ここからは私の考察です。もともと若宮八幡社は大友氏の初代当主大友義直によって作られました。大友館と近いことから、大友宗麟とも深い関係があることが伺えます。この石は建徳町から出土したものと伝わっていますが、大友氏とゆかりのある若宮八幡氏であるために、宗麟とキリスト教の関連を知る人により持ち込まれたのではないでしょうか。皆さんもぜひ私のようにさまざまな考察をしてみてください。楽しいですよ。今回ご紹介した花クルスが彫られた石と若宮八幡社には深い歴史があることが分かっていただけましたでしょうか。この石は実際に若宮八幡社で見て触れることができますので、行ってみてはどうでしょうか。府内ジュニアガイドの遠島凛でした。ご清聴ありがとうございました。